ゴールで2人が乗りまして、それから乗り継いで、リズムで、合わせて、ロールに合わせて、また、応援の先生方が来ていただきました。実は、SNS で、お友達というやつですね、ここ数年、お話をさせていただく中で、夢の学習、島根県に、夢の学習を作っていただく、そんなことが起こりました。そこで今日の交流会に向けて何かこう話をしている中で行かせてもらいますと、そしたらここに今出ておられる僕も気楽なもんで何もわからないようなことも大師範の先生と師範の先生ばかりがですねここへ来ていただくというようなことになりまして、もう本当に休み口の一流の先生方が今日皆さん方のために講演していただくというふうなことで、ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは野坂先生よろしくお願いします。島根県の民謡をね、皆様に見て聞いていただけるなんて本当に
感激しております。本日は島根県、そして奈良県、兵庫県、地元滋賀の方もおられますが、あらゆるところから集まってご縁を結んで、ここ滋賀県で英才の民謡を聞いていただきまして、本当にね、私たち皆さん楽しんでいただけますよう精一杯務めさせていただきますので、どうぞおさめの土壌すくい踊りまでお付き合いのほどよろしくお願いいたします。続きましてはですね、先ほど銭太鼓を頑張りました野坂恵子によります、島根県の、ね、代表的な民謡なんですが、松江市美保関の民謡は関の五本松節、そして続いて、日本海に浮かびます沖ノ島の民謡しげさ節、2曲続けてお届けいたします。三味線伴奏、本日奈良県から来ていただきましたカメラミノルでございます。そして、
関の五本松節、そしてしげさ節、2曲続けてお届けいたしました。皆さんね、携帯電話とかお持ちだと思います。これ最初に言っとけばよかったね。携帯電話での動画の撮影、音声の録音ですけれども、こちらの方私たち一切禁止しておりませんのでね、どんどん撮っていただいて、せっかくですので今日ね、いらっしゃらなかったお仲間の皆様にね、こんなのやってたよって見せていただければ私たちもね、余計喜びます。はい、それではですね、島根県の三大民謡、一番有名なのが安来節ですね。ありがとうございます、ね、その安来節を皆様に今から聞いていただきたいと思います。2曲目にはちょっと滋賀県のね、土地が出てくるような、歌を歌わせていただきたいと思います。田村稔、そして吉田麻里、瀬尾直美の安来節、どうぞ聴いてください。
私の中にさっきの瀬田の唐橋という一番長い、ね、歌がちゃんと書かれておりましてね、それを島根でも歌わせていただいております。はい、じゃあ杉節聴いていただきました。また皆様お待ちかねでございます。土壌すくい男踊りご覧いただきます。出てまいりますは滋賀県在住、今年四半になりました牛田由紀でございます。盛大な拍手でお迎えください。笑いたいの金村と言います。ありがとうございました。そして来ていただけるのもね、
ございました、ね、皆様に楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。代表としまして、島根県にね夢の学習をね立ち上げた野坂恵子がご挨拶させていただきます。皆さん、もうこれでお待ちよろしいでしょうか。交流をより深めていただきますように、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。